国王です。2020年の7月の3日、えーと、金曜日の夜、フライデーナイトですね、えーと、訪れております。本日は、もうありがちですけど、速攻解説、えー、と本日の20時に上がりました、井上玲がジュースジュースの歌を、点々点のシャープ03ですね、えー、とぽつりと、ね、これをジュースジュースリーダーの金沢智子とのコラボに注目ということで、ね、動画が流れました。 もう早速60分以上にわたりチェックポイントが多かったもので、えー、と聞き、聞き倒してしまい、まあお届けできることというのともうズバリ言いますと深掘りすぎる深掘りというんでしょうかもう徹底、えー、解説という感じになりますかねそのような、えー、とバージョンで今日はお届けしたいと思っていますえっ、ー、とじゃあまず頭からどんな内容か説明しておきますか えっと、今日も3つのポイントに調べましたあ。3つのポイントに絞りました。えっと1つ目は今回のカメラと音質、撮影のディテールですね。これがどんな感じだったかっていうところ。そして2つ目は、えっと、オリジナルバージョンとの比較です、えー。そして3つ目、このバージョンの聞きどころ。そしてここ重要です。隠された意味。この辺を深掘りしていきたいと思っております。では早速いってしまいましょう。えー、もう。これね、3つ目の重要なところを。 ちょっと僕人なきある感じだったんでちょっと時間も遅れたっていうのもありますよまあイントロですじゃあ1つ目えっ、ー、とねカメラはねレイレイ3台とも子3台で、えー、ドアップ口のところと顔を、まあ、少し、まあ、アップなんですけど顔全体を映すよって目線は入るよっていうの1つと引きですよね、まあ、上半身までいかないけどうん3種類の。 あのカメラがありましたで最終的に最後のところで引きのところで2人とも入ってるってところがありまあこれで、えー、同じ空間で演出としては何つうの歌ってたっていうところが成立するっていう風な表現はできていました、まあ、そういった感じでおそらく7台ですかカメラはあったんじゃないかなってことですであとマイクは人それの時のシャープ01ですねあの時に使っていたコンデンサンマイクそのままだと思いますそれを2台使用してるっていう風な感じですね、まあ、色は違っても 内容一緒だと思いますであとレイレイはモノトーンのワンピースにシルバーゴールド風のイヤリングもうシックで良かったですねそれととも子のカジュアルなトップス黒のドレス風で縦縞のロングスカートでシ型の3つのイヤリングっていうこっちはシルバーだったと思いますねそんな感じでしたじゃあ今日の2つ目いきましょう、えー、全部ではなくオリジナルとの比較で重要な3ポイントをこの2つの茎の中で絞っております これね気づきがありましてこの2人の声がやたらこの曲の世界観に合ってる、まあ、い一気にクリアになったっていう感じですねポツリとのオリジナルバージョンどんな感じかっていうところもう一回振り返ってみましょう、えっとね、やっぱり人数を8で分割するとこの時の8人なんですけど分割していくと本当の意味では曲のクオリティを決める人選と采配はできないんだなっていうことに気づきがあるということですよ、まあ、どういうういいととところかというと2人 ね、この2人というより金沢とレイレイと2人というより、まあ、全体としては特に宮本ののあるななししっってていいう印象の変化がすごく大きいなって感じましたどんなところ顕著かっていうと花りのフレーズが入ってくるとこ1番のところ2番が歌ってないから分かりづらいと言っても1番で十分分かると思うんですけど本人たちが持っている何て言うのかなこの 声のトモコとレイレイイが向かっていく方向性っていうのが絶対にこのハイテンションの方にいかないんですよねでかりが入ると一回ハイが入るんですよでそのハイが入るのが悪いわけじゃない好きなんだけど曲の世界観によっては影響力が結構効いていくんなっていうのが今回の例では感じ取れたってことです、ね、まあここもう重要ですしあと近未来のジュースジュース,ュース言えねえない近未来のジュースジュースのある種 配置の路線っていうんですかこれが、うん、ここにヒントがあるかなっていうことですね。まあ、カリンが予定通り卒業してしまうんであればということになりますけど、まあ、こういうところを想像しながら聞けたという話でございます。で佐伯もどうなのっていうふうに言うかもしれないけど佐伯って下がれる声なんですよなので曲の世界観をここも聴き比べてみたんですけどん,なんていうの曲の世界観を変えてしまうまでの影響力にいかないように佐伯は工夫してんなっていうふうに思いましたね。 まあその分宮本仮は存在感もあるという言い方もできるしこの辺っていうのは本当に個性という,うに捉えたら面白いんじゃないかって思いました。ね、であとまあ、これもうん僕がどういうふうに考えてるかっていうことのポイントというふうに言うとどうしても歌詞の部分とかそこにこれカ,カルトになるかもしれないんだけど1個踏み込んだところ行ってみたいと思って今日このポイントも3つ用意してるんですよ。つ、ね、つの中の中が多すぎるんだけどで 歌詞いきます。言い出せないののところあるんですよね。ここでレイレイが単独フレーズなんだと思うんだけど、多分最初のイだけトモコ声出しちゃってる感じなんですよ。これよく聞いてみたらわかると思うんですけど、あれなんでかって言ったらトモコの元々パートで多分トモコ自分の中でそれ歌う癖がついてんでしょうね。これ面白かったなっていうふうに思いました。ね。僕の耳がなんか現地聞いてるだけだったら申し訳ないですけど。 こう思いましたあと「ラス前サビ」のレイレイがポツリとただそばにいるのにがあるじゃないですかでオリジナルはここを友子が歌うんだけど、うん、誰よりも近くでのンさゆきフレーズを友子が歌うここがリレーになってるところがあるんですねでこの辺からがちょっと深読みの面白いところなんですけどこのリレーになってるところって覚えておいてくださいでそして、えー、とレイレイのピックアップシーンの「あの好きってひと言が」ってところがあるんですけどこの「好きって」の伸ばす部分ですね でこの儚さが通常出せないです僕再三言ってますけどレイレイのこの「儚さ」と声の部分がとても好きでこれオリジナルなあ僕は印象を持っていますでその後にのと,く音がーのとのころの艶に持っていくんですでここは多分テクニックですねこの艶の出し方っていうのは押さえていや歌うシーンっていうのもレイレイはできたりすると思うんで艶の乗せ方が良かったなと思っていました 今の3ポイントっていうのは聞いてみてくれたらああなるほどねってなるんじゃないかなと思いますもちろんリンクは貼っておきますので確認してみてくださいさあじゃあ続いていきましょう3つ目です今日はここが大変でしたえー、っと最重要ですこのバージョンの聞きどころ隠された意味を掘り出していきたいというコーナーですまずねこのオリジナルこのイントロかりんとマナカのダンスシーンがメインになるそんな印象のところですよね で画像でやはり見るか比べていくってことになりますそうするともうオリジナル画像も貼っときますからそうするとイントロは終始目線芸なんですよで一瞬レイレイの口元にフォーカスがいってこの前後を物語を一回切り替えてラストサビに向かうでそんな意味付けのチャンスを見なんかしっかり見極めたカメラワークだったのかななんて最初は思っていたんです何回か。でこのお話をしようと思って「いや待てよ」と思って気づいてきちゃった部分があって。 ど,れどういうことかというと1分32秒から1分42秒のところをしつぼく見てほしいんですけどどういうことかというととも子が2回下を向くんですよでここでレイレイが最初のところで何か言ってるんですから「集む」っていうふうに聞こえるんだけど「集む」かどうかは分かんなくてこれじゃ意味がないからねでその後下向くんですねレイレイもでこんなんていうかな 下からこの顔を上げまっすぐトモ子を見る目線に今度はレイレイ出すんですよそしてトモ子はそしたら少し顔を上げた後にまた下を向いてそしてレイレイの口元にアップが行くんですでこの後にトモ子にアップが来てまた下を向くっていうこの繰り返しなんですねこれ言葉の意味だとよくわからないかもしれないですけど実際に映像と表情を見ていると なんかね、智子にレイレイが引導を渡すというようなシーンに見える見えてきたんですよ。ですでこれはね例えばもうアニメとか漫画とか見てれる人だったら分かるかもしれないけどこの王毅将軍がべ真に鉾を譲 <laughs> るようなねそういうようなシーンに見えるんです。 なんか俺のも子なんか先の誕生日でも撮ったけど全然やめてほしくないんだけどなんかいちいちカングリームードがこの1年2年ぐらい続いてるんですよね。でそこで深読みしちゃったっていうか思い込みならいいんですけどねそういう風になっちゃったのが今回のこの動画でした。ね、であとはこれ引きでワン、えー、フレームに収まる画像となって最終的に誰よりも近くて2人がいたっていうような演出だと思うんですけど。 これでハッピーエンドかと言ったら僕はなんかそういう印象を受けなくて最初見た時にそれでポイントポイント気になるとこ探ってったらここぐらいまで行っちゃったってことですもしあと60分あって見てたらどういうこと言い出すかわかんないんですけどひとまず今日は速攻動画なんでもうみき見て聞いて60分で出そうっていうふうに思いましたねああもうこれでもね最後の智子が何とも言えない寂しい顔をするこの1分32秒から1分42秒のところからの物語なんですけど これはなんと昔のポール・マッカートニー死亡説なんてのあったんですけどなんかいろいろ勘繰りをしてみるには面白い題材というふうに捉えていただけたら嬉しいです、まあ、エンターテインメントですからこういった議論が湧くことによって画画像ののの価価値値って上がるじゃないでですすか動画の価値オリジナルのですよそういうところにたどり着けるなんて思ってるんで皆さんももし気づいたことがあったら僕の動画とかのコメント欄だったらこの件に関してはいくら言っていただいても結構なので是非ちょっと盛り上げていくような感じ作りたいなと思っています。 ね、かこの全体これ最後のところ言うけどとモ子が寂しい顔をするときにこのあとレイレイがオリジナル曲でトモ子が歌っていた「ポツリとダダに入るわけですよ,よあの1分42秒の後にねで。この全体が歌い終わった後も下を見てレイレイが何かを言おうとして言えない芸で終わってるのね。これが なんか最後女のの交代みたいいななあるじゃないですか,なんかそういうようなのにね受け取れなくもないというふうに感じてしまいましたという話でございました僕が映像作家ならばこのような表現を入れてしまうかなという仮説、ね、そんな話で今日は、えー、とレイレイの速攻動画ポツリとですね 金沢智子も入ったバージョンというのの深掘り動画なんてのを作っていました。以後もクニオチャンネルではハロプロのさまざまな音楽であったり歴史であったりタレントの誕生日もいろいろだと思います。その辺深掘りしていく、まあ、クイックリーなイミディエントのタイミングも含めてやっていきたいと思っていますのでぜひチャンネル登録もしてお付き合いください。それでは素敵なフライデーナイトを引き続きお楽しみください。クニオチャンネルでした。またね。